どうも皆さん、おはこんばんにちは、オットジャです。俺の料理レトロゲーム、続きをプレイしていきたいと思います。花をそこでフラフラしてる場合じゃないゲロよ。早くあいつを倒しに行くゲロ。今度は怪人花尾ですか。花男、花尾、花形調理怪人ゲロ G004。 どんどん番号は若くなっていってますな。2メートルあんの。行くぞ。今の主人公の声ですな。次はあったあったファミレスかな。わあ、なんだよ、誰だよ、こんなところにバナナか捨てたやつは。まったく、ちゃんとゴミはゴミ箱に捨てろよな。でもあの変な顔二つ、なんかな、あれ誰なのかな、ちょっと欲しいな、くれないのかな、誰のなのかな、か。忙しい忙しいです。お、ちょうどよかったです。あなたが今日から入る人ですか。確かマサオって名前でしたか。待ってましてよ。それでは早速ですが、やってもらいます。ほん、うんうん、はいはい、やります。お、元気ありますね。新人はやっぱりこうでねと、私もやる気が出ます。さあ、店からお客さんでいっぱいになる前に料理を覚えるのですよ。こっちがキッチンです。ちょっち来てください。さっきからマサオって誰だか分かんないけど、なんか面白そうだし、行ってみようって。は、すごいな。すーごかったけどな、迫力が。ファミレスだと何作るんだろう、オムライスとか。今日来たばかりですから、店のメニューを知らないと思うので、私が教えましょう。この店にはパフェ、お子様ランチ、カレー、ライス、ハンバーグあります。は、パフェ。見るだけ。パフェはワンステップで完成です。私がやってみせましょう。パフェを盛り付けます。こんな感じです。完全にソフトクリームと同じやないかい。うまいな、しかし。もう一回作ってみせた方がいいですか？いえ。パフェは OK。 お子様ランチ、お子様ランチはケチャップ、ご飯はメインです。切って味付けで炒めます。3ステップです。はい、切ります。玉ねぎ切って炒めて味付け、結構かけたね、炒める。あ、もうこれはやっとけばいいんだね。オムレツ、オムライス、はい、お子様ランチ。あとがカレーライスとハンバーグ。カレーライスは4ステップ。うわ、多いな、やることが。カレー作って。切ります。はい、人参切って炒めて。すげえブロック状の具材だからな。んーで、ルーを入れる。おい、はいはいはい。で、煮込みます。いやー、なんか毎回注文を入れるたびにこれを作るのはおかしいんじゃないか。カレーは特に。ルーめっちゃ作っときゃいいじゃん。まあでもね、出来たてってことなんですかね。ハンバーグ見る。ハンバーグもしかしてあれ来るんじゃないか。はい、切りまして、その後、その後ですよ、私の苦手な。来た、空気抜き。同時に左右にタイミングよく倒す。多分ね、右左右左、その親指でねやるよりは両片手で、結構私ってでかいんでね、手のひらでガツガツやった方が早いんじゃないかな。焼く、ハンバーグを3回宙を回ったら完成なのです。フライ返しなのです。え、 1?2?3? ほう、難しそうやないかい。いいえ。よっしゃ、行くぜ。じゃあこれでゲームスタートー。ファミリーレストラン。いらっしゃいませ。パフェ。パフェ入ったよ。いらっしゃいませ。パフェ入ったよ。いらっしゃいませ。お子様ランチ入ったよ。いらっしゃいませ。パフェ入ったよ。パフェ入ったよって。おばちゃん、パフェって言えてないよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ハンバーグ。パフェ入ったよ。やめろ、そのパフェ入ったよがちょっとツボに入る。オッケー、ハンバーグ一気に3ついっちゃうか。来い。あー、よっしゃ、これで 1?
おーし、意外とうまくいったね。まだ来てね。食い逃げだ。どこへ行こうというのかね。あ、早い、食い逃げ。あ、いえ。よし、パフェ作って、お子様ランチ了解。やばいやばい、焦げちゃう焦げちゃう。テレビに、テレビの偉い人来たな。でもパフェ食べるんでしょ。あ、そんなことない。お子様ランチ頼んだこの人。やばい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 、ちょ、ちょい入れて混ぜといて、はい、揚げてパフェちょっとグイグイっと作っちゃって、でルー入れて、よし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 、さあゆっくりと、はい、具材切っといて、今だ、ほい、一気に来たでしょ。あー、でもだんだんシビアになってきたね、本当に。お子様ランチ了解。入れて、両替だけ先にして、ケチャップかけて。お子様ランチが結構来るね。お子様確かに来てるね。具材を先に切り、ほいほい、よーし、クリア。フラフラ、おお、なんかこっちに来ます。おい、こら、ここどこだと思ってんですか。私は、うわ、やられた。あとは頼みます。弱いな。フラフラ決めまして、私が花尾です。花尾さんね、はい、私はあなたをフラフラにするフラだから、勝負するフラ。はあ、いい度胸してるじゃねえか。パフェ入ったよ。よし、お子様ランチ、よし、2つ来た。これでお邪魔できるぞ。サクッとお邪魔してやるか。あげてパフェを、あ、やべ、しくったぞ。ハンバーグと、よし、今だ、攻撃した。両替来た。えい、具材切って、いいぞいいぞ。酔っ払いが入ってだいぶ向こうは混乱してるはずだ。さあ、どんどん切って、どんどん切って、確実に、ほい、もう一回お邪魔。よっしゃ、お邪魔入ってるぞ。グルメ接近中。ケチャップ入れて炒めて、ハンバーグの具材を切る。さあ、カレーライスか。酔っ払い来た、やばい、一気に来たね。ほい、あ、やばい、あー、やばい、一気に、いやー、うわうわ、ちっちい、あー、やばいやばいやばい、一気に形勢逆転してる。これ悪い方に俺が、やばい、ハンバーグ食い逃げ来た。あっ、一体何だったんですか。私はこれからどうなるんですか。でもアドバイスをします。まとめができるステップのパネルは、まとめ作業の時に引き戻すことができます。あー、やっぱりちょっと待った方がいいのかもしれないな。引き戻せるらしいから、かー、やるな。ちょっとじゃあサクッとここは練習して、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ハンバーグ作って、いやー、お子様ランチ了解。もうハンバーグ一気にいっちゃおう。ほんとだ、引き戻せた、しくったよね今。ありがとうございました。酔っ払い、パフェ入ったよ、よーし、回収してもらって、貯めて、よし、偉い人来ました。おいおいおい、お子様ランチか。で、カレーライスが引っ張られていくから、
やべ、いらっしゃいませ、ありがとうございました、ハンバーグ、こっちを調理しちゃって煮込んでおいて、ハンバーグ、カレーライス来ないとやばいね。最高よ、こんぐらい、いらっしゃいませ、ありがとうございました、ほい、もう揚げて、カレー作って、いやー、やばいぞ、無理やり、いらっしゃいませ、ほい、まだ来てね、ほい、ありがとうございました、ハンバーグ作って、大丈夫だ、ギリギリ大丈夫、ギリギリ大丈夫、よーし、お子様ランチ入ったよ、お子様ランチ了解、お子様ランチ入ったよ、お子様2、お子2で、よし、まあ大丈夫でしょう、炒めておいて、ハンバーグを先に、普通だもん、ほい、結構かけていいね、お子様ランチ、あ、やばい、ハンバーグ作って、1、2の3、テレビに出て大変、偉い人来た、いらっしゃいませ、まだ来てね、お子様ランチ入ったよ、お子様ランチ了解、3つあるな、一気に行こう、ほい、こんぐらいかけちゃう、いいよ、で、できたのに鍋だから、よし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 、ほい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 、はい、フラフラ、さあ、鼻緒よ、勝負だ、あー、どうしようかな、酔っ払いにね、入れられると大変だからね、さあ行くぞ、勝負だ、花を、いらっしゃいませ、さあなんだ、お子様ランチ2、これはもうやっぱ勝負仕掛けた方がいいよね、1、2の3、はい、かけすぎたか、で、パフェ作って、で、今のうちに具材を、ほい、ハンバーグ先行くか、ほい、ほい、おい、おい、よし、酔っ払いと両替入った、この2セットはいいんじゃない、で、お子様ランチで一気に上に持ってこれるぞ、これは少し待っててもいいな、お子様ランチ4つも来ちゃった、ハンバーグ、よっしゃ、このお子様ランチは来てる、これで一気に行くぜ、俺のお子様ランチ、こんぐらい、いやー、来てる、やめろ、酔っ払いをやめろ、よし、はい、炒めて、1、2の3、オッケー、ハンバーグで、今だ、やったぜ、勝った、あー、お、すごいです、あなたもしかしてすごいで、すごい、すごい腕じゃないですか、フラ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 、負けたフラ、任務失敗だフラ、怒られるフラ、だ、誰に、誰に怒られるのかな、はい、やだフラ、こってり縛られるフラ、オイルになんてなりたくないフラ、ひまわりのオイルですか、フラフラ、もう立ってられないフラ、でも帰りたくないフラ、フラフラでも帰るフラ、え、もう帰っちゃうの、もう一回やろうよ、もうやだフラフラフラ、あ、いっちゃった、あ、なんなんですか、あの花みたいのは、本当にもういきなり私の店に来ていきなり勝負だなんて何考えたんですか、お客さんはびっくりで帰っちゃいましたね、あ、でもすごい面白かったよ、あ、そうですね、別に私の店に危害はありませんでした、安心です、あの花の花びらが店内に飛び散って逆に綺麗に飾り付ける、そんなの、まるで居酒屋ショーのウィンドウのようですね、ウィンドウショーか、うん、サンキューです、よかったね、よかったね、綺麗になったね、あ、サンキューです、あなたいい人です、それにしてもマサオさん、あなた本当に新人なのですか、僕はマサオじゃなくて新人でもないよ、いや本当にすごい腕です、私はとても信じられません、はあ、もうここはいいや、次行こう、次、じゃあね、バイバイ、あ、一体何だったんですか、私は一体何だったんですか、私、あなた一体誰なんですか、
あ、嫌いです。よかったです。マサオさん、サンキューです。まあ、結果オーライですね。はい。大体まあ、ボスクリアしたらちょうどいいので、今回もここまで。いやー、だんだん手強くなってきてるんでね。もう少しちょっと作戦も考えていきたいと思います。次回も楽しみに。ほんじゃ。またな。